午前7時20分ごろ、のっぽろ森林公園を歩いていた男性が埋蔵文化財センター近くの遊歩道にいるクマを目撃したと通報がありました。クマは2メートル弱の正十1頭で、これまで目撃された個体と同じとみられています。のっぽろ森林公園の周辺では、クマの糞や足跡などの痕跡や目撃情報が相次いでいます。最初の目撃情報は今月10日で、 のっぽろ森林公園の南側でしたがおとといからけさにかけて公園の北側でクマを見たという情報が立て続けに寄せられています。